串間駅は、宮崎県串間市大和座製法にある、九州旅客鉄道日南線の駅である。単式ホーム一面一線を有する地上駅。列車の行き違いができない構造である。かつては、島式ホーム一面に線を有し行き違いが、可能であったほか、貨物用の側線も有していた。駅舎はコンクリート作り平屋建て。この駅舎は、 福島市により購入され、中心市街地の活性化を目的として2007年2月28日に、農水産物販売所、駅の駅がオープン、外観がもリニューアルされた。なお、福島市が駅舎を民間に貸し出し、民間が経営する形態をとっている。同市の大動脈、国道220号に面していることから、将来的には、道の駅の認定を受ける計画で進めてきたが、 申請や認定時期は不明である。これに伴い駅舎の半分以上が駅の駅のスペースとなり、待合室や串間市観光協会のスペースは縮小された。串間市観光協会が駅業務を受託する簡易委託駅であり、切符売り場が設置されている。2004年4月1日に無人化され、その後館委託駅として切符の販売を再開した。 2015年度の1日平均乗車人員は86人である。近年の1日平均乗車人員は以下の通り。周辺は串間市の中心街。かつては宮崎交通が当駅前にバス営業所を設置し当駅前を発着する路線バスを運行していたが営業所、路線ともに廃止され乗り合いタクシーに転換された後。 コミュニティバス、ヨカバスに転換された。ヨカバスの全路線が、串間駅前を経由する。串間温泉、トイミは当駅より、ヨカ、バスとイミ線で行くことができる。ありがとうございます。